アツイヒ、ユウマ、リョウスケ、セイタロウ、マサト、グワイン、ユウヤ軍隊、第2弾ということで、はい、今回はね、この共同生活中のヨガヨハウスをお届けということなんですけども、僕たち YouTube スタートしてたんですか。はい、そうですね。そこで今回はヨガヨ君企画会議。前回は自己紹介を決めたの、この感じです。今回はね、みんなで今後どんな企画をしていくか、企画会議を行っていくので。ヨガヨ君なんかありますかね。うわー、どうしよう。目隠し叩いてかぶってじゃんけんぽん。変なあの、うん、お面みたいな、かぶり物つけて、じゃんけんも目隠しして、うん、じゃんけんしててこうやってやって、あ、負け、俺負けた。あ、なるほど、ね。あ、やりたいよ。おもろそう。楽しそう。ヨガヨ君っていうのやりたい。サンリオグッズ集めてみた。じゃあサンリオのグッズで全員が揃うまで。ああ、サンリオといえばってやつ、うん、そう、それもいいな。サンリオといえば、あんまピンときてないやん。じゃあね、俺サンリオ系のキャラ6体ぐらいしか知らんわ。誰も知ってんの、うん、俺シナモンと、俺シナモン、クロミと、クロミちゃんとマイメロじゃない。あ、だめだよ。ポンポンプリン、グレ玉、グレ玉、あれサンリオなの。グレ玉サンリオじゃねえよ。あれ今何キャラを揃えちゃうんだよ。あ、いいよ。ヨガヨ君聖徳太子ゲーム、俺が高校の頃にやってたゲーム。例えばそれこそ亮が聖徳太子役だとしたら、他の残りの5人が、例えばお題を決めるの、ね、1個だけ。例えば亮のかっこいいところを一斉に5人がパッて言うの。そしたら亮が前向いてんのよ。前向いて後ろに5人がいて、アツは何て言った、マスターは何て言った、ユーマは何て言った、亮は何て言った、俺は何て言ったってこう当てていくんだけど、例えばだけマサとか、例えば髪がかっこいいって言ったのに、亮が気持ちがいて顔がかっこいいって言ったら、自分でこう痛いやつ。あ、いいね。あ、なるほどね。恥ずかしいな。いや、おもろくね。おいよ。普通に。え、褒める言葉なの全員。でも全員同じ言葉。全員やんのこれは。全員。あ、まあ、なんか髪がかっこいい、スタイルがいい。あ、なるほど、ね、みんなバラバラで一緒にバーッ。だけど合ってなかったら恥ずかしい。あ、なるほど、ね、めっちゃおもろいよそれ。まあいいね。これ聖徳太子役は何人？一人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 。一人。それ違う違う違う。全員やるんかみたいな。ああ。まあ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 。回ってくるの。あ、いいね、じゃあ回してこう。一回の台で絶対一回やったりとか。まあでもそれだったら今はできんじゃない？確かに確かに。今やんの？今回は企画会議や。で、じゃあ今度よ。今度。じゃあ三回目ぐらいにやりましょう。ヨガヨ君。なんかある。俺心霊スポット行きたい。もうなるほどね。こっち企画。企画に楽しくないから一人でこうやってカメラ持ってやって。心霊スポットでヨガヨ一曲踊ってみた。あ、いいよ。バズりそうじゃん。頑張れ。データ持ってきてね。ヨガヨ6人から7人になったんですか。絶対行けるよ。怖っ。ヨガヨくん。逆に俺ら全員スポーツやってたから。どう、そんな。あ、スポーツ系ね。あ、スポーツ大会。押し合う。サンボショースケとか。それやりたい。あ、ね、あ、なるほど、ね、みんなの得意なスポーツを教えてどんぐらいするで、あの、俺らの平均の運動能力上げよう。あー、めちゃくちゃいいんじゃない。超企画になる。バレーとか全然できないもん俺。普通にいいじゃん。それやって試合とかやってさ、3対3とか。めっちゃいいよ。バスケとかやって。いいよ。バレー3対3。スポーツやんない。スポーツやりたいかも。やつやりたい。改めて振り返ってみると、スポーツ何やった？陸上。僕サッカーでした。俺もサッカーで野球です。バレーボール。俺も野球とバスケ帰ってます。みんなマジバラバラだから、はい、スポーツですから全員。私はこれいけるな。いけるよ。それいいね。スポーツ系いいね。だからちょっと全員の平均の能力を上げていくっていう。うわ、いいよ。いいよ。いいです。やりたい。え、それちょっと待って、それ普通にやりたい。やりたいの。ガチやりたい。それやりましょう。やろうぜ。1個ガチで1個のスポーツガチやりたい。あ、じゃあ絞るか。絞る。絞った方がいいよ。いいや、いいや、いいや。それでもうめちゃくちゃ能力上げていこう。いいや。それいきましょう。何が一番成長がわかるかねって話だよね。あ、普段みんなやんないやつとか、例えばバドとか。あ、バドいいね。どうやってその成長を測る？最初はまず無で、ヨガヨ君スタートっすよ。多分ぐったぐたになるよ俺。最初は逆にみんなで試合するとか。そうそう。それさ、スキルわかるやん。もういいよ。したら、こう。え、だったらサッカーの方がいいんだよ。だって、いるわけじゃん、2人。だから3、3でこう、例えば分けて、確かに。教えやってみたいな。おー、確かにいいんじゃない。サッカーは3対3で結構きついよ。サッカーって教えることある？まああるけど、まあむずい。なんか技。だいぶ慣れないと結局使えないから。きついかもしれない。一瞬でわかるのは、バド、バレー、バスケじゃない。どっちかで言ったら。バスケとかドリブルとか、そうだ。そうだね、バレーもこうオーバーとアンダーです。めっちゃ知ってるやん。スパイクもある。あ、トスもな。スパイクトス、うん、セッターね、うん、それバスやポジションや。セッターそれ普通のポジション言っただけや。え、いいな。じゃあスポーツで行きましょう。ヨガヨ君ユーマとかある？俺も結構全部言われたんだけど。プーさん可愛いな。プーさん、みんなディズニー行ってみた。あー、いいよ。ディズニー、家の中でディズニーっぽいことしてみたとか。ふざけんな、なんだそれ。ヨガヨ家でディズニーっぽいことしてみた。全然意味わかんねえ。おもろそう、それ。しかもヨガヨ家っていうか、もうヨガヨ家なくなるし、そうそう。あと1週間後にはもう、うん、俺らがその上がってる頃にはもうね、俺ら普通に一人暮らしじゃなくて。俺らが揃ったところがヨガヨ家。え、あとは、例えばだけど、ディズニー系で行くんだったら、ディズニーっぽい料理作ってみたとかね。あ、なるほどね。あとディズニー
還元行くんだったら、ディズニーだけで歌詞乗っ取りゲームとか。むずむずっ、むずいけど。無理だろ。ディズニーだけで歌詞乗っ取りゲーム。だってディズニーとかもうだってさ、もう歌詞ないやつがあるやん。なんかもう BGM みたいな。なんかもう裏側。あと、めっちゃある。何ミッキーマウスの衣装作ってみた。うわーいいね。提供してみた。みんな着ぐるみしてみたとか。おーおーおーいい。着ぐるみ着てみたとかいいね。着ぐるみと思ってみた。あ、それいい。それでヨガを。いいよ。あ、ヨガの曲。ジャボミ。俺昔それめっちゃ見てたわ。ジャボミ。てかもはやそれ俺らである意味なくね。ジャボミ。あ、なんかあるじゃん。なんか全身からのさ。あー。マサとか持ってそうなやつ。わかる。あ、いい。そうそうそう。シンデレラ城の目の前で踊ってみた。ヨガヤくん。でもあとはそう、それと料理系もないし。あ、料理ね、はい、うん、食べる系とかね。あ、食べる系じゃん。食べる系やりたいのある。この T シャツあるじゃん、これを料理で再現する。あーチーム別とかで。いいいいね。チーム別え、ええわ。それやりましょう。キラン何杯か買いながら。あーおー、あとナゲット。ナゲットね。あ、ナゲット、ナゲット、何個何ピース食えるか。え、似合って。え、あとはなんかある。食べる系でもチーム戦でもいいけど。確かに。うん。チームでどっちが食べる。実際さ、こう誰が何一番食べるとかだいたい想像つくやん。まあ、そろそろ分かる。確かに。でもチーム戦だったらさ、もう未知数やから。確かに確かに確かに。マジで全く分かる。確かに。チーム戦で。チーム戦だったら俺らできるし、サンさんもできるし、グループだからいいね。そういう感じでやっていいね。今結構いいの出てきたんじゃないの。ラストあと1個ぐらい。なんかヨガヤくん、ヨガ用の家で、はい、全力かくれんぼ。隠れるとかあるか。いや、そこを頑張って、頑張ってかくれんぼ。かくれんぼしたい。じゃ制限時間マジ1分ぐらいじゃね。いや1分じゃ無理よ。いや3分でしょ。3分でしょ。3分は目隠しかくれんぼでいいか。いや、それはさ、目隠しかくれんぼいい。会話危なくね。やりたい。あ、待って、なんか YouTuber さんやってなかった。やってんの。え、でも俺もそれ結構そういう動画結構見たことある。目隠しかくれんぼめっちゃ面白そう。めっちゃ面白い。目隠しかくれんぼいいやん。だから壁にこうやって貼り付いてるのも。あ、それ、あ、それ、あ、そういうこと。ええ、おもろい。下にしゃがんでる人とかやったら、そう、だから、うん、ねって言って、えぇ、なんでめっちゃ言ってるのか分かる。で、あとはなんか面白いこと言って笑ってるの笑かして、あ、誰かいた、そういうことできるんだよ。あと5人は何でもしてるの。こうぶっこうやっていろいろ振り回す。あー、めっちゃおもろいよ。え、それおもろいよ。結構いい企画出てきた。どんどん出てきましたよ。すごいな。じゃあできるだけやりたいね。ね、今言った案をいろいろと試行錯誤してなんかどっかつなげたりとかして、うん、ぜひちょっとどんどんやっていきましょう。オッケーです。ヨガヨくん。はい。今日どうだったこの企画会議は。いや、まあいいやん。いいやん。出たし、ちょっと楽しみになったの。楽しみが。そういうアイディアあるのかな。スポーツやりたい。濃厚スポーツな、濃厚やつ。濃厚スポーツ。濃厚説ある、確かに。あとはなんだろうね、なんか普通にそういう案あるかっていうのが多かった。ああ、はいはいはい。自分じゃ思いつかない。そう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 。さすがヨガヤくんメンバー。じゃあね、この企画会議で出た企画を次回の YouTube では取り入れて何かをやるので、ぜひ次回の動画をお楽しみにということで、また次の動画で会いましょう、はい、ということで以上、ヨガヤくんでしょー。バイバーイ。サンリオね、今やろうね、マサさん。大丈夫、やるから大丈夫。いや、やるよ。回ってないとこでもやるから。プライベートでもやろう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 。